境内円形左下に社殿、右上に天の橋立。て。和ゆきとり神社は、京都府宮津市大垣にある神社。式内社、丹後国一宮。旧社閣は、国平中社で、現在は、神社本庁の別表神社。元伊勢の一社で、元伊勢加護神社とも称し、また、元伊勢根本宮、内宮元宮、加護、守る大権面、加護宮大明人とも称する。 現在まで、海部士が宮司を世襲している。単語国僧者は不詳だが、当社が僧者を兼ねたとする説がある。2017年4月、文化庁により、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語地理面回路を構成する文化財の一つに認定された。祭人は次の5柱。主祭人聖土の神祭人については、 古くより諸説があり、丹後国式社賞味校では、伊ナギの村、神社名最長では、天水文化味としている。豊家大和宮宮加護神社、奥の宮のマナイ神社は、下空の旧鎮座地と伝える。社殿によれば、現在伊勢神宮下空に祀られている豊家大宮は、神代は、マナイ原の地に鎮座したという。その地は、福部宮と呼ばれた都市。 アマテラス大臣が4年間営んだ元伊勢の基地宮にあたるとしている。そして、白鵬11年彦美民命から26代目の海賦後つかが、祭神が籠に乗って、雪の中に現れたという伝承に基づいて、社名を籠宮と改め、彦頬で未存を祀ったという。その後養老3年、マナイバラから現在地に潜在し、27代。 開封愛士が主催神を開封しその彦悲鳴命に改め、とゆけ、天照テ領神を愛とのに祭り天水文化にも合わせ、祀ったと伝える。伊勢神宮下空の旧鎮座地が丹後国部で前の丹波国であったという伝承は古く、その否定地には諸説がある。延暦23年の留行ゆき式帳では、七の間内から伊勢に移されたとし、 神道五部署以来の伊勢神道では旧地を丹波国与佐宮としている。加護神社をその地に当てたものとしては、県武2年の文書の、豊池大御神宮の元宮加護大明神という記載、天南年間の加護神社演技秘伝の、当社加護大明神派足、豊池大臣なりとし、与佐宮派足税加護大明神なりとする記載がある。国史での所見は、歌手を2年に、 籠神が十五石下に除せられたという記事で、その後六国史での深海は元行元年の十四位以上まで昇進した。延長五年成立の演技式新名朝では、丹後国与佐軍に、籠神社名神大月寺ニーナとして、名神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、ニーナメ祭りで平白に預かった旨が記載されている。籠神社の製法には、 丹後国分寺跡もあり、当地一帯が丹後国の中心地であったことが伺われる。摂州、天の橋立て図、天の橋立ての右上に、加護神社境内が描かれる。さらに右下には、実際には遥か沖合にある冠島と靴島が描かれる。中世の加護神社境内の様子は、摂州の天の橋立て図に描かれている。また、丹後国伝通帳には、 加護神社の神領について、カ宮田46丁210歩や1日平寮伝12丁、等、計59丁3段210歩が記載されている。しかし近世には車両を失い、わずか8と4章4号であった。明治に入り、近代社格制度では、当初国平駐車に列したが、昭和20年に、官兵大社に昇格した。戦後は、 神社本庁の別表神社となっている。加護神社の神職は、古くより、海婦市の一族が担っている。海婦市とは、海人族を統括した友の宮津子氏族で、全国に分布が見られ、加護神社社家はそれらのうち、海婦ただし性を称して、単語に拠点を持った一族である。一族には、現存では、日本最古の系図、海婦氏系図が残されており、 彦コ民命を始祖として82代の元宮寺までの名が伝えられている。また、海府氏一族が丹波国像を担ったとも伝えているが、丹波国像について、仙台旧寺本義の国像本義では、終わり国像と同祖で、県当主命四世今後の大倉木命を祖と記し、同書天孫本義では、逃早ヒソン世今後の武田世命を祖と記すように、 天碧名位命を祖とする、尾張氏系と彦行避命を祖とする東一族との関連性が見られる。上宮の奥の宮に対して、本宮は下宮に位置づけられる。本殿は、桁行三県、両行二県の新名作りで、日和田吹き。高下二年の再建で、京都府の有形文化財に指定されている。なお、欄漢の義母星は赤、黄、緑に彩色された。 五色の座玉で、格式の高い神社を表すと伝えられる。神門前の左右に立つ、業界岩星の石像狛犬は、安土桃山時代の作で、国の重要文化財に指定されている。なお、神社側では、鎌倉時代の作と伝える。阿行の狛犬の右前足は、割れて鉄輪がはめられているが、昔、この狛犬が橋立に現れて、悪さをしたので、天正年間に、 岩見茂太郎が切ったことによると伝えられている。真内神社岩座須座と岩倉西座、下宮とする本宮に対して奥宮の主座は上宮に位置づけられる。社殿は桁行一1軒、両行2軒の新名作りで日和田吹き。天保3年の造営で京都府の有形文化財に指定されている。社殿裏に2つの岩倉がある。いずれも境内社。また、 海の奥の宮として、冠島、靴島を新域とし、天日、名命と、一木島姫の命を祀る。山椒公園には、冠島、靴島の要廃書がある。年間祭事一覧礼祭は4月24日に行われ、青い祭りと通称される。古くは4月2の馬の日に行われており、宮津府市には大きな祭りであった様子が記されている。祭事では、 近隣の集落から笹林、立ちぶり、かぐらが奉納される。京都府の無形民族文化財指定。海部主継図本継図館等指定文化財以外の宝物。所在地交通アクセス周辺注釈出店。ありがとうございます。